こんばんは。今日、昨日、一昨日と、まあ3日間事務所回りしてきたんですけど、今回ちょっと今回の結果はね、あの事務所決まんなかったし、これはまあ自分が思ってた課題点というか、そういうのと、その事務所の人たちが思ってたものが一致したので、まあそうですね、あとはそれを伸ばしていくしかないなっていう感じです。で、今ここの全然読み方わかんないですけど、中国料理屋行ってきて、でこのジェラートを食べます。夜の景色を見ながらちょっとジェラート食べて反省したいと思います。気分転換にね、こういうとこ来ました。大輔さんおすすめのお店です。これからちょっとまあ1時間ぐらいかけて自分のホテルに歩いて帰ろうかなと思います。その中でいろいろ感じることあると思うんで、今回どうだったのかとか、すいませんね、画面揺れちゃってジェラート食ってるんで、そこは勘弁してください。まあ、いろんな人の応援もありながら、今回いろんな人に頑張ってきてねっていうふうに言っていただけたんですけど、ミラノではそれに伴った結果がちょっと今回は出せなかったんで、そうですね、申し訳ないというか、はい、事務所入れなくてもちろん悔しいんですけど、このまま入ってたら次のステップというか、まあ、モデルとしてのステップにはなると思うんですけど、今回自分を変えるチャンスだったなっていうふうに思ってます。する予定だったんですけど、うまくいかずだったので気を引き締めてまたロンドンで、何が起こるか分かりませんが頑張っていきたいと思います。はい、ワクワクと緊張ですね、だいぶしてます。で、まあ、ミラノ5日間しか入れなかったんで、ロンドンでどれだけ、自分ができるかを試しに行っていきたいと思います。でも楽しみですね、すごく。うん、惜しいな、もうちょっと。ロンドンに来て初めての事務所ですね。DI マネージメント、DI マネージメント。まあ周りはこんな感じです。はい、こんばんは。ですね、ロンドンも、ミラノの同様。事務所周りをしたんですけど、結果としては、うまくいきませんでした。はい、今回、まあ、すごい応援してくれた方がたくさんいるので、その方たちにはすごく結果で返せなかったっていうのは
まあ、一つちょっと残念なところもあるんですけどでもその反面自分に何が足りないかっていうのを、まあ、見れる機会の旅だったなと思います。なんだろうな、まあ原因はいろいろあると思うんですけど、やっぱり僕がまだまだ人としての魅力がなかったのかなっていうふうに感じてます。まあもちろん先にね、レンさんとケイジが行って事務所決まって、でその次僕だったんですけど、まあ、すごいプレッシャーを感じながらも、まあ、自分なりに楽しんで、まあ、楽しむことが一番だと思うので、まあ、自分なりに楽しんで、自分の叶えたい目標、自分の目標を達成できればいいなっていうふうに、できればいいなっていうか、そういうつもりだったんですけど、ちょっと今回はその、まあ、結果としては残念な結果に終わってしまった。すごい今回は事務所はダメだったんですけど、自分の成長するための材料はいろいろと見つけられたかなと自分的に思ってます。はい、なので行ったことに悔いはないですね。いろんな人からやっぱ行くな、なんだろう、やっぱ入れなかったねみたいな、言った通りじゃんって言われるかもしんないですけど、でもそんなのは僕的には関係なくて、関係なくて、まあやったもん勝ちかなっていう風に、失敗成功は後々ついてくると思うんで、その点に関してはあんまり気にしてはいないですね。はい、まずは日本に帰って、まずはというか、まあ日本に帰ったら、目標、自分の今年の目標はモデルでなんで、自分がね、多分このビデオを見返す時があると思うんですけど、このビデオを見返した時に、あ、俺こんなこと言ってたなっていう風にはなりたくなくて、この時から言ってることは変わんないなっていう風に言ってたいですね。いい意味で、あ、こういうこと言ってたな、頑張んなきゃとかじゃなくて、あ、今もそれは思うっていうふうに、まあ、自分の、そうですね自分自身が変わっていけるように頑張ります。ちょっと何言ってるか分かんねえな。とりあえず大輔さん、この辺は適当に編集でいい感じにしててください。なので、まあ、結果としてはちょっとというか何も成し遂げてはないんですけど、吸収するものはすごいたくさんあったので、日本帰ってからしっかりとそれを、まあ、無駄にしないようにアウトプットして、自分の、まあ、次回のね、成功のために頑張っていこうかなと思います。はい、では失礼します。